伊藤力は北アメリカへの移住に尽力した日本人女性。アメリカ合衆国で助産師の資格を取得した初めての日本人であるとされる。島国和語軍編、田村出身。明治末期から昭和初期にかけて片田村では佐都木を頼って多くの村人がアメリカに渡り、片田村はアメリカ村と呼ばれた。出身地の高齢者の間では、 片田の英雄と呼ばれている。片田小学校慶応元年に、医師の伊藤雲蛛子の子として生まれる。小さい頃から和漢の書物に親しみ、何事にも積極的な娘であったという。1875年に、地元の片田小学校加藤八給を卒業した。1885年頃、医師になるために、再生学者で学んでいた兄の一郎の炊事符として、 妹のミサオと共に上京する。東京での生活中、横浜、館内に遊びに行った時に、アメリカ人の落とし物を拾い、そのお礼に夕食をご馳走されたことがアメリカと出会う、きっかけとなった、ということが通説とされる。ただし、サトキの子孫に伝わる話では、サトキのおじの知人、野尻正助が横浜に住んでおり、そこからアメリカに関する知識を得て、 将来のことを考えた、となっている。こうして、アメリカに興味を持ったサトキは、片田村の女性に、力気得、すぐ恋と電報を打ち、東京に呼び寄せ、兄の世話を任せることにした。そしてサトキ自身は1887年から、メイドとして、横浜在住のアメリカ人の家庭で働くようになった。サトキが最初に仕えた家庭は、レンガの製造技術者、 次に仕えたのは、海軍の隊であった。また、佐都木は1887年9月6日に、東京で知り合った三重県東市軍、上野郷村出身の中安守と結婚した。しかし性格が合わず、1888年に離婚の手続きをしようと、上野郷村に赴くも、中安が失踪したために正式に離婚することは、できなかった。 1889年、仕えていた海軍隊員の一家がアメリカに帰国することになり、誘われるまま一緒にアメリカへ行くことを決めた。同年1月26日、サンフランシスコ行きのシティオブリオデジャネイロ号に乗船し、横浜港を出港、アメリカへ渡った。この時、サトキは24歳であった。アメリカに渡ったサトキは、アメリカ人男性と結婚。 1891年8月11日に、長女、モヨを出産した。サトキと結婚した男性は後に亡くなり、彼の名前は不明であるが、彼の子孫であるというアーノルド・バンベンス皇帝という人物が、第二次世界大戦後に、姫路市新中軍軍政官として来日した際、モヨの家族に連絡を取ったことは分かっている。 1892年頃、アメリカで農場を経営していた鹿児島県薩摩郡、薩摩町出身の宇都宮元吉と出会い、共同生活を始めた。渡米から5年が経過した1894年、アメリカで富を築いた佐木は、娘の模様を連れて帰国、片田村に戻った。赤抜けた顔立ち、身についた洋服、会話の端々に英語が混ざる話し方など、 片田村を出た時とは見違える女性になったサトキに村人は驚き、その評判は損害まで広まった。帰国の時土産として3本の木を持ち帰ったが、トランクの中で1本は枯れてしまい、残る2本をアゴ群和群村に住む、おじの運広氏しと片田村に住む、姉の名をに送った。サトキはアメリカの移植、乗り物、男女の振る舞いなど多くの話をしたが、中でも、 アメリカは、労働賃金が高く、真面目に働けば相当な貯蓄ができるという話に、村人は魅了された。そしてこの話を聞いて、アメリカへ行くことを希望した、男性3人、女性4人を連れて、1895年に、神戸港から再びサンフランシスコへ渡った。渡航にかかる乗船料は2011年現在の、価値に換算して1人当たり約40万円で、 あったが、佐ときは、一緒に渡った七人全員分の船代を負担した。一度目の帰国の時、佐藤樹は、娘の模様、神奈川県三浦郡栗浜村に住む知人の加藤、進む夫妻に預けた。加藤進は、横須賀海軍交渉関係の砲弾の弾道を、計算する技師の仕事をしていた。模様を預けたのは、アメリカで成功を収めてから、模様を迎えに行くか、 日本に帰るかしようと考えていたからである。従来、加藤夫妻はアメリカに渡ったことがないと考えられていたが、アメリカで撮影された写真が見つかったことで、1895年に、佐藤木、萌々と共にアメリカへ行き、翌1896年に模々を連れて日本に帰国したのではないかと推測されている。その後、 1898年に小学校1年生になった模様の姿を見たのを最後に、佐藤が模様と会うことはなかった。佐藤が1931年12月5日に書き送った手紙には、会いたい気持ちと日本に帰りたいが成功するまで、帰りたくない、という心情が綴られている。また、1898年の帰国時には、宇都宮元吉を伴っており、 親族から結婚の了承を得た。しかし、中安との離婚が正式には成立していなかったため、正式な婚姻を行ったかは不明である。1895年に、サンフランシスコに上陸した里吉光は、同地の中華街で店を開き、水槽の中で、天の実演を行った。アメリカ社会では、女性の権利が強く、天の章は、 女性国士であると非難を浴び、取りやめざるを得なくなった。その後、横浜時代にアメリカ人が日本画に興味があることを知っていた佐藤は、旧橋の儀として、いとこ、伊藤国への描いた日本画を売り始めた。国への絵画は予想外の高値で売れ、予約も出るほどであった。そこで、佐藤は、最速の手紙と売り上げの一部を国へに送り、 国へはそれを励みに創作意欲を高めた。それから7人は男性人と女性人に分かれ、男性人はサンフランシスコで、女性人はサンタバーバラに移ってそれぞれ白人家庭で働き始めた。サンタバーバラへ移ったのは当時サンタバーバラ軍で農業を営む日本人が多かったからである。 各人は労働で得られた収入をそれぞれカタダ村に送金し始め、平均して一人年間300円に上った。この金額は当時銀米が一票3円であったことから20歳前後の若者がこれほど稼げるとはアメリカには金のなる木でもあるのだろうかと村人を大いに驚かせることになった。これをきっかけにカタダ村では佐都木を頼って アメリカへ移住する者が急増し、カタダ村はアメリカ村と呼ばれるようになった。この動きは国策によって移住した北勢の移民とは異なる潮流であり、移民圧戦業者にも頼らない、他の都道府県には見られない、得意な現象であった。その中の一人に1900年にアメリカに渡った竹内乙像がおり、1909年4月10日に、 発足した南下三重県人会の発起人となった。片田郵便局、片田村からの移民が、片田郵便局に送金した額は、明治時代末期から大正時代初期にかけて、当時の片田村の予算の3倍に達したという。また片田村出身のアメリカ移住者は、1942年の調査では232人で、 カタダ村の20人に1人が都弁している計算になる。移民らはアメリカに移った後も、故郷のカタダ村を気にかけ、1903年に、八雲神社の鳥居、石垣の根流台として、里木が8円、里木に伴われて渡った7人のうちの1人である、脇田絹が5円を寄付している。多くの収入を得て恵まれていたように見えるが、アメリカでの生活は、 サトキにとって決して順風満帆とはいかなかった。時には病気で倒れ、職業もビリヤードショップや喫茶店、農場の経営、メイド、生命保険の勧誘など、点々としていた。南か三重県人会によれば、サンフランシスコで助産師の認可を得て、日本人助産師、第一号となったようである。さらに時代は、日本人の排斥に向かっていた。 サンフランシスコを中心に日本人排斥運動が起こり、1908年に入国禁止令、1913年にカリフォルニア州外国人と地方、1924年に一切の入国を拒絶する決議がなされ、日本人は追い詰められた。そして第二次世界大戦中は収容所に入れられてしまう。この際、 在米日本人に関する記録が処分されてしまったため、サトキのアメリカでの生活の詳細はわからない。こうした苦難にあってもサトキはアメリカに泊まり続け、1950年3月14日、サンタバーバラ郡サンタマリアで亡くなる。墓所はセントラル墓地にある。1894年に帰郷した際、サトキはアメリカから3本の木をトランクに入れて持ち帰った。 そのうちの2本は2011年現在も枯れずに残っている。織木の松織木の松は三重県島市島町和具にある島南洋杉。当初は片田村の叔父伊藤運流亭に植える予定であったが高木になることが分かったため広い庭を持ち植物が好きであった和具村に住む叔父伊藤運広氏の家の玄関脇に植えられた。 佐藤木が持ち帰った時点では28センチメートルであったが2004年には20メートル超の高木に成長した。この松は1989年に新三重名木10に選定された。2003年11月9日に羽織木の松が南下三重県人会100周年記念祝賀会の席上で話題となり、それを知ったアメリカのテレビ局がワグを訪れ、 同年11月30日から12月1日の2日間に、渡って、取材を行った。その後2009年3月29日、折木の松公園として整備が行われた。現地の案内では、南洋杉科のニューカレドニア松とされるが、正しくは同じ都賀の島南洋杉である。山蔵寺里木が持ち帰ったフェニックスは、姉、ナオに送られ、ナオの突起先である。 片田村の三蔵寺境内に植えられた。その後、1970年に開かれた日本、万国博覧会の会場跡地に建設された、万博記念公園の一角にある、世界の森に移植された。佐木の先祖である伊藤氏は、平安時代の伊豆国の住人、伊藤雄家の息子、伊藤助近まで遡ることができる。助近は、伊豆に流されていた。 源の頼朝の監視役を司ったという。伊藤氏は、その後終わり国に移り、終わり藩の御てにを務め、さらに、伊勢国桑名を経て、佐藤の祖父、雲林が、島国片田村に今日構えた。佐藤の父、雲鱧子は、雲林の長男で本家を継ぎ、雲鱧子の弟の雲龍と、雲広氏は分家として、伊藤姓を名乗った。雲広氏は、和具村で、 漢方医を,をしており、自宅庭で薬草を栽培していた。佐都木は6人兄弟の4番目の子であり、兄の一郎、姉の中、なお、弟の八郎、妹の三竿がいた。弟の八郎は若くして亡くなり、9歳年上の兄、一郎は父、雲鱗子と同じ1900年に亡くなっている。兄、一郎の死後、成果は取り壊され、 佐藤に関する多くの資料が失われたため、佐藤の経歴には明らかになっていない点が多数存在する。いとこの伊藤国枝は、折木の松を送られた、伊藤雲広氏の娘であり、伊勢の宇治で、磯部百林に日本画を習った。磯部の弟子には他に、伊藤昌派などがいる。佐藤は、生涯に三度結婚しており、最初の夫は、東京で知り合った。 中安守、二番目の夫は、アメリカ人、男性。三番目の夫はアメリカで知り合った、宇都宮元吉である。最初の夫とは、離婚。二番目の夫とは、死別している。子供は一人で、二番目の夫との間にできた娘の、模様だけである。娘の模様は、アメリカで生まれ、1894年に母、佐木に連れられて、日本に渡り、 加藤夫妻に預けられた。目が青かったことから小学校でいじめに遭い、加藤夫妻の計らいにより、和裁学校に通うことになった。その後兵庫県神戸市に移り浴衣や寝具を仕立てる、仕事に就くも、暗い工場での勤務で視力を悪化させ、その工場から浴衣や寝具を仕入れていた兵庫県表情、氷雪夜村工業の料亭旅館玉屋で働くことになった。 そこで武士の家系である、足立国太郎と出会い、結婚した。模様は、町の人からおひでさんと呼ばれて親しまれ、外国人風の顔つきとは裏腹にどの日本人よりも、日本人らしいと言われていたという。佐木とは違い神道を信仰し、戦中は、憲兵から目が青いことを聞かれるたびに、目は青いけれども心も体も日本人です。私は日本を愛していますと答えていた。 ありがとうございます。